イギリス代表デビッド・イーガン。アメリカ代表ジェームズ・グラハム。香港代表ジャクイン・ホー。フランス代表コラリー・パコオーストラリア代表クレイ・ウィリアム。地方競馬代表岡部誠。日本中央競馬会理事長後藤正幸です。どうぞご入場ください。Thank you.
理事長、よろしくお願いいたします。さあ、それでは表彰を始めていきたいと思います。まずは優勝チームの発表です。 First, I'd like to announce the winning team. 優勝は JRA 選抜の皆さんです。おめでとうございます。どうぞ表彰台の前へお進みください。優勝した JRA 選抜の皆さんに盾の贈呈を執り行います。贈呈は日本中央競馬会理事長後藤正幸です。 Presenter is the President and CEO of Japan Racing Association, Mr. Masayuki。9ポイントを獲得、 JRA 選抜川田優雅騎手です。おめでとうございます。どうぞ表彰台へお進みください。賞金100万円が贈呈されます。
輝きました武豊騎手にゴールドメダルです。おめでとうございます。続いて賞金300万円が贈呈されます。そして第1位の武豊騎手には2022ワールドオールスタージョッキーズ優勝トロフィーが贈呈されます。おめでとうございます。どうぞ大きな拍手をお送りください。それではここでフォトセッションのお時間とさせていただきます。ブースの皆様よろしいでしょうか。お願いいたします。それでは入賞の3名の騎手にお話を伺ってまいります。ではまず第3位の松山晃平騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。第3位となりました。今のご気分いかがでしょうか。はい、馬たちが本当によく頑張ってくれて、ここに立てたなと思っています。本当に感謝したいです。はい、改めてこの様子を振り返っていただきたいです。そうですね、3戦目に勝つことができたのも良かったですし、それで一度はトップに立ったので、なんとか、トップを目指してたんですけど、最後は先制結果にはなりました。はい、それでも、はい、はい、頑張ってくれました。さあ、夏競馬もあと1週で一段落ということになりますが、大勢のファンの前でメッセージをお願いいたします。はい、あと1週となりましたが、ありますので、皆さんよろしくお願いします。はい、おめでとうございました。第3位の松山晃平騎手にお話を伺いました。さあ、続いては2位の川田優雅騎手にお話を伺います。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。改めて今回の4レースいかがでしたか。まずは久しぶりにこうやって開催できたこともありがたく思いますし、その中で馬たちは本当によく頑張ってくれまして、そしてまたある程度の成績を収めることができたことありがたく思います。はい、改めて海外の騎手の皆さんとの共演というのはいかがでしたか。久しぶりにこういう空気感の中でみんなと競い合えたことを本当楽しくありがたく思いました。2位という結果はどうでしょう。レジェンドの壁はとても分厚かったですね。なんとか勝ちたいなと思って頑張ったんですけど、最後のレースも外に姿が見えましたので、負けたなと思いました。さあ、多くのファンの皆さんも残ってくださっています。メッセージお願いします。はい、今日はとても過ごしやすい一日ではありましたが、暑い夏を終えて、もう一周夏競馬を終えれば、秋、沖縄レースがどんどん続いていきますので、これからも競馬を楽しみに過ごしていただけるよう、ジョッキー一同頑張りたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。1位です。今のご気分は。すごく嬉しい。ワールドオールスタージョッキーズラジオからお話を伺っています。今日もワールドスーパージョッキーズ3周年ぶりの方が生まれてないですね。今年も出場することができて、この会社目指して
中だったと思うんですけど、こうやって日本に来てくれて、ありがとうございます。どうも、充電してください。だから、まあ、起動された。ありがとうございました。第1位の武豊騎手、第2位の川田優雅騎手、そして第3位の松山光一騎手にそれぞれお話を伺いました。皆さん大きな拍手をお願いいたします。皆さんご紹介していきましょう。来週で今年の札幌競馬開催も最終週となります。今年最後の札幌競馬開催をどうぞお楽しみください。来週もここ札幌競馬場でお会いしましょう。